今のあなた昔より2割増しくらいで美味しそうよ。つまり命の危険度も2割増しだ。あら、信用ないのね。前にも言ったでしょ、いくら私がトロールであなたが世にも珍しいご馳走でも今のところ手をつけるつもりはないの。食べていい？そりゃない。そう、気が変わるってことはない。やめて、腕一本指一本だけならあなたのお世話するの本当久しぶりよね。なんだか嬉しい。勘違いするな俺、これは若い男女とかそういうあれじゃない。本当にお世話させてほしいだけなの。私たちトロールにはお客様を全力でもてなしたいって本能がある。まだ食べさせろとは言わないから、代わりにそっちの気持ちに付き合って。よし、話を戻すぞ。